今日は伊佐沼へお昼を食べに一人で行きます。お散歩ですよ。さっき茂みかな、水辺の茂みで鳴いてる鳥だと思うやつに会いました。プラプラ歩いてたら、なんとヘビ君、今日は縁起がいいかしら。そんなわけで伊佐沼へお散歩です。田んぼのせせらぎの音です。今日は落っことして悲しいことになってしまったルミックス、修理から上がってきたのでお試しで使うことにしました。レンズユニットも新しくなってすっきりです。液晶も新しくなりました。そんなわけで買い立ての状態です。いました。取れた。ヘビ君がいます。お顔あんのかな。おお、行っちゃいました。伊佐沼公園に着きました。今日はここであの高台でお昼ですと思いましたが、先客ありだったのであそこの東屋にします。ここです。お弁当開けます。今日のお弁当は焼き魚です。食べるぞ。おいしい。トマト、ご飯です。今日は鳥を取ろうと思います。のどかだ。